今日は伊宝最大のとってもディープな市場を散策したいと思います。とにかく広くてセクションごとに分かれています。いろいろな種類の野菜が手に入ります。昼前に閉まるお店もあるため早めに行くことをおすすめします。香辛料や豆なども売ってます。本当にいろいろな売り場があります。こちらにも掲載していませんが、肉や魚の売り場もあります。ペットボトルに入った豆乳、美味しかったです。フードコートもあるので、ぜひ覗いてみてくださいね。フードコートで購入した商品をコーヒーショップに持ち込みました。こんにちは。料理、食べること、旅行、自然が大好きな日本人の K です。パートナーも私もビーガンなので、主に旅行や食事について動画を作成していく予定です。コメントやリクエストいただけたら嬉しいです。登録してね。